はい、皆さんこちらエレツです。今回なんですけれども、今回ですね、逆これ引いていきたいと思いますということで、コレクションガチャ僕普段10連あまり引かないんですけど、今回はねちょっと欲しいやつがいるんですよ、この中に。そう、僕が欲しいのはねこいつです。こいつ癒スタイル、これね、なんていうかな、デュエルエボリューションかなって出た時に取り逃しちゃったんですよね。10連引いても出なかったんで、ちょここで回収したい。こいつはね、ササイキで強いんで、で僕はササイキ結構使うんで、これはね、欲しいんですよね。で、もう一個狙ってるのが、スーリア。透過スーリアが欲しいですね。最近ね、紙デッキ僕いろいろ使ってて、代償もね、最近使ってるので、これが欲しいと。いうところ、ヴィーナス代償に入れて使いたいですね。はい。ということで、今回この2体狙って、逆これ引いていきたいと思います。あと、パールマティなんかも欲しいですね。はい、行きましょう。あ、緊張するな、充電。こういうね、コレクションガチャの10連は、普段引かないんで、ちょっと緊張しますが、さ、虹ないか、スーリアの可能性は薄れたぞ、ちょっと。まあ、でもね、ウルルはいい話ですから、まだここで、お、来た来た、S ゴマ来た。いいよいいよ。S ゴマも来てるよ。あと、A ゴマも結構欲しいよ。S1、A ゴマも結構出た。さ、ナイス、オッケー、癒スタイル回収。さあ、S ゴマ、S ゴマがスリアかどうか。おお、え、勝ちじゃん、これ。え、これ、神引きじゃない？イヤスタイルとスリア、2体引きしたよ。しかも、イヤスタイル2体だし。やった、これはね、嬉しい。これ動画出そうかな。まあ、今更になっちゃうけど。ってことで、今回はジャックレ10連。大勝利で終わりましたということで、皆さんもね、まあ、なんかね、コレクションガチャとか、まあ、調合も控えてるんでね、今は貯めた方がいいかな、かけらは。ってことで、じゃあ、また次回お会いしましょう。